のテーマは失敗談や学びターニングポイントです。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続き沖縄県名護市に、沖縄県エリア1号店としてグランドオープンしたモッツヘア麺名護店より福中智也さんと中村あゆみさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あの最初やっぱりすごい緊張してるんですっていう話だったんですけど、喋ってみるとものすごくやっぱ喋りうまくて聞きやすいなみたいな、はい、っていう感じだったんですけども、まあ、今回ですね、いろいろまた詳しい話よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というところで、まあ、今回ですね、まず一つ目のメインテーマ失敗談、そちらの方からいきたいんですけども、まず福中さん、この失敗談、それについてちょっとお話。はい、はい、もうでももうこの仕事入ってからもう失敗ばっかりですね、はい、やっぱり自分の技術もそうですし、やっぱり人間関係もそうですし、まあどれがだから何が正解なのかっていうのがまだちょっとわからない状態で、はい、まあとりあえずもう失敗重ねていくしかないかなと、だかその先に何かまあ見えるものがあるんじゃないかなとは思っております。うん、じゃあもう失敗というよりもそういうふうに捉えてないってことですか。そうですね、チャレンジチャレンジ、そうですね、まあそれの方が自分はなんか合ってますね。うん、じゃあこの一方でこの中村さんのこの失敗談というのはどういった感じですか。もう私は忘れもしないんですけど、あの20代で初めて、あの美容室の社会に出て入った時に、お客様からいただいたケーキをオーナーより先に食べてしまって、もうそれですごく怒られて、もうなんだ、人間的にもう本当にできてなかったなっていう、もう社会って厳しいなっていうのを、はい、目の当たりにしました。これ実際どういう状況だったんですか。入って何年目とかだったんですか。もう入ってすぐです、ね、すぐで、はい、お客様がなんかもう差し入れで、はい、あ、そうそう、はい、で お店に、そうなんですよ、ね、その時オーナーがいなくて、はいはい、裏に行ってて出勤はしてるけども、はい、その場にいなかった。あ、その場にいないのに開けちゃって食べちゃった、うん、もう本当に、はい、何もわからない、物知らずでした。これは名護のお店。はい、名護です。あ、名護で、はい、相当美味しそうなケーキだったんでしょうねこれあれですか、この失敗談の中でちょうど前回お話ここでリンクしてくると思うんですけど、その理念の中で謙虚にという話の中 で、ね、この辺もちょっとやっぱり話がつながってくるんですか。そうですね、もう本当に自分のことしか考えてない人だったなって今振り返ると思います周りも見えてないし。これって例えばですよ、やっぱこの美容室とか理容室ももう一対一のお仕事になるじゃないですか、うん、それとこの、同じ同業の仲間との付き合い方ってまた別だったんですか。例えば、うん、仲間にはツンツンしてるなって感じするけど、お客様にはそんなことないとか、もう全員に対してだったんですか。ああ、もうそうかもしれないですね、今振り返ってみると、もう人間としてダメだったと思います。だいぶ下げてる実際その当時を知る福中さんからしてどうだったんですか。そうですね、やっぱりまあもう本人が言うように、はい、やっぱりツンツンしてましたね。ツンツンしてたんですけど、それが妙に僕の中で面白かったんですよ、はいはい、なんでこんなにツンツンしてるんですか。そうですね、もうそれがだからどうこの子崩していこうかなみたいな、どうこっち向かせようかなみたいな感じやったですね。しかもあれなんですよね、先ほどちょっとこの、オフトークの中で少し話出たんですけども、実はその福中さんの、この奥さんのお友達の同級生だった。うちの、家内の、姉です。あ、だから僕の義理の姉の幼馴染。あ、っていうことですか。はい、そうですね。でそこでまあちょっとこの一緒に働くきっかけになってるってことですか。いや別にそれが全くそこではなかったですか。たまたまです。たまたま面接に来た時に。ああ、じゃあそこでいろいろ詳しく聞いていったら、そうです、なんか住所でみたいな、住所を見た時に、あ、近くですねみたいな狭、沖縄あるあるだ、ね、そうそう、めちゃくちゃ狭いな思いました、ね。まあ、そこでなんかその一緒に働いてみないかという流れになっていくんですよ、ね。いやもうそれはもう彼女がもう自分で志願してっていうか、まあ志望してきたもんですから、はい、はい、だからそこでまあたまたま一緒に働いて、これなんか志願したきっかけあるんですか。
手話部にですか、この基地で。はい、あ、それがもう手話部への話になってくるのか。そうです、そうです。なるほどですね。じゃあこれがちょうど次の話になってくると思うんですけども、じゃあ今の話の流れで、まず中村さんの方にお伺いしたいんですけども、この学びターニングポイントの中で中村さんのそのターニングポイントをちょっとお聞かせしていただいていいですか。そうですね、この基地に入る前に、うん、元部の飲食店で働いてたんですけど、5年間、うん、5年間もいたんですけど、またそのさらに前に私離婚してて、うん、で美容師をしてなかったんですよ、ずっと、うん、でその元旦那さんの会社で働いててずっと、うんうん、それでどうしても美容に戻りたいなと思って、そういう思いがあったまま離婚して、うん、でトライしたんですけど、うん、やっぱり3名子供がいるんですね、うん、でその時とっても下の子もちっちゃくて、うん、もう何度も何度も断られて、うん、もうこの辺の美容室全部電話したんですけど、うん、やっぱりパートバイト子持ちは難しいよねということで断られて、うん、その飲食店に行くしかなくて、うん、5年間そこで働いて、うん、で下の子が小学生上がるまでは頑張ろうと思ってやって、うん、でたまたまその小学生になった時にこの募集が出てて、うん、で美容室に行くっていうのにまだちょっとトラウマがあったので、うん、断られるかもっていう、うん、でもやっぱり人の髪が切りたいっていう思いだけで行きました、うん、これがいわゆる波乱万丈な。そうですね、もうスタートですね。スタートですね。いやでもシングルマザーでね、このチャレンジはなかなかね、まあ、いいですね。シンプルに人の髪が変わりたいっていう気持ちが、うん、しかなかったですね。やっぱじゃあそのもともとやってる中で好きだったってことなんですね、この仕事が。そうなんだと思います、結局。はい、そういう流れでこの主役の部分に行ったっていう感じですね。そうですね、あと免許も取れるっていうのもあった、この利用 の、はい、通信で通えるとかっていうのもありましたし、うん、これ通信ってみんなが取れるわけじゃなくて条件があったんですか。全員取れますよ。あ、そうなんですか。ただその中村に関しては美容の免許を持ってるので、はい、本来通信は3年間なんですけども、はい、美容師の免許もすでに持ってるっていうことで1年半で大丈夫ですっていう、まあそういうあれが決まりというかそういうのがあるんですね。なるほどですね。そういうの、それで二刀流なんですよ、大谷翔平。そうです、美容師免許と美容師免許を持ちだっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、対してこの福永さんの今度、はい、ターニングポイントをお聞かせていただきたいんですけども、はい、もう僕はもう自分が生まれた時からもう親が美容師やってまして、うん、はい、でまあ、父方も母方もずっとの家系が全て理容ですから、もう生まれた時から理容師としての線路は敷かれてましたね。サラブレッドですね。あ、もうそうですね、サラブレッドですね。あ、じゃあもう生まれた時がもうすでにもうそのターニングポイントというか目指す先が決まってた。そう、まあでも最初は目指してるところは違うかったんですけど、まあおのずとなんかそうなってましたね。なんかこの挙げていただいた中でその憧れっていう、憧れの職業っていうそのポイントを書かれてるんですけど、この美容師が、はい、そのやっぱちょうど前回話出たんですけども、その美容師と理容師とか、うん、現代の理容師と前その以前の理容師ってやっぱ、はい、その理容師像が違うと思うんですよ、はい、この当時の理容師ってどんな感じだったんですか。やっぱりそのもう職人かたぎの、僕らの親世代はやっぱり職人かたぎのもう腕一本で勝負するっていうあれやったですけども、やっぱり今はなかなかそれでは難しいですよね。技術があってお客さんが来てくれるかって言ったらそうじゃないですし、まあ喋りがうまいからって言って来てくれるわけでもないですし、だからまあ本当にトータルですよね。やっぱりもうそのいろんなものをやっぱ付加価値つけていってその喜んでもらうっていうところやとは思うので、あ、じゃあもう多分いろんな業界の方のお話聞いてるとやっぱここ一緒なのかなと思うんですけど、はい、なんかこの昔は職人で、はい、そこに突き詰めていけばよかったところが、はい、やっぱそれだけではなかなか繋がっていかないというか、そうですね、やっぱちょっとそうですね、ちょっと無理なような気はしますけども、トータルっていうのはその運用とか、そう、どうやってお客さんに届けていくかとか、そういうことですよね。なるほどですよ、まあ、それがもう
一番この以前の美容師像と今の求められてるところが違うところか。昔はやっぱりもうね、待ってたら来てもらえるというところやったんですけど、やっぱりこちら側から何かしらのアクションを起こさないと、うん、やっぱりお客さんに来ていただけないっていうところの違いやとは思いますけど、うん、これあれですか、やっぱどうしても気になっちゃうんですけど、はい、美容師とのこのパイの取り合いのあれもあるんですか。もともとは美容室が多かったのかとか、どうですかね。もう美容の方の方が昔から数は多かったような気がするんですけども、じゃあ男の人が流れていってるのかな。やと思いますね。もう今お客さん来てくれはるね、お客さんでもやっぱりずっと美容室に行ってて、みたいな方がやっぱり多いもんですから、そうですね。だから今それをどう崩していくか、切り崩して僕らの良さは美容室の良さを分かってもらおうかっていうところを今一生懸命やってますね。はい、というところで、今回ですね、福永さん、中村さんの失敗談と学びターニングポイントを聞かせていただきました。以上になります。はい、モッツヘアメン名護大東店のお問い合わせはお電話番号が0980430517、 0980430517。 ホットペッパービューティーでは簡単にご予約ができますので、モッツヘアメン名護で検索お願いします。YouTube の概要欄からも確認できますので、LSM 情報で検索をお願いします。本日は以上になります。See you!